こんにちは。みんなお昼タイム中かな。こんにちは。カイトさん、かわいい、ありがとうございます。こんにちは。今日はね、夜がちょっとできないのでこの時間帯にさせていただいてます。今日はたまばさん、 A ランチさん、短冊ありがとう、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。皆さん、午前中のお仕事お疲れ様です。お疲れ様。そう、今日は短冊の日です。短冊書く日です。でも、ね、なんかあれらしいよ、短冊って今日の夜に書くのが正解らしい。七夕って調べたら、今日の夜に書いて笹につけてらしい。今日までに書くんじゃなくて今日に書くらしい。あ、なるほどね。チャレンジから青い短冊ゲットできるのか。ゲットだぜ。こんにちは。俺の織姫ですか？本当？織姫？どうも、みんなの織姫こと信濃空葉です。ちょっと今日は公演前なのでメイクをしていないです。リハーサルとかできっと汗かくから。アイライン引いて、まつげ上げて、リップ塗ったぐらいで、髪かわいい、出てないんでね。 T シャツ、あ、そう、さっきコメントにもあったんだけど、マウジーパチャンファンがソラハとパセにお揃いで来てくださいって言って、そう、パセファンが方がね、送ってくださったっぽくって、そう、それを今日公演一緒だし、メイク可愛くしてもらうから一緒に来て写真撮ろうってなって、そう、来ました。マウジー、私マウジーとかさ、金からさ、でもめっちゃ可愛い。デザインがめっちゃ瀬戸内感あるし、レッスン着でも普段着でも使えそうな。今日は全身白です。今日、あ、髪の毛、今日は全身白、お腹が見えちゃいます。じゃん。ソラハと結婚できますようにって、本命の願いは今日の夜に書くか。書かへんの、絶対に。絶対に書かへんの。七夕に公演ね、織姫と彦星、織姫いろいろありますが、こんにちは。そう、めちゃくちゃ可愛いよね、 T シャツ、ありがたい。かまちゃんさん、流れ星ありがとう。流れ星があったらね、お祝いじゃない、祈らないといけない。願い事を3回言うよね。叶ったらいいな。空通信短冊のせた、あー、見たよ。そう、空通信でね、今日みんな空葉の願い事を書いて、みんなの願い事は何ですかって載せたら、教えてくださる方が結構いらっしゃって、まだね、載せてない方はぜひこの後に空通信、お昼休憩とかの間に載せてください。でも、あれでもいいですけどね。夜か。夜ってどのくらい、8時以降とかが夜っていうのかな。ぜひぜひ待ってます。クックさん、
ないちゃんありがとう。短冊カイトさんも短冊、青い短冊ありがとう。こんにちは、今日も可愛い、ありがとう。皆さん午前中のお仕事お疲れ様です。来てくれてありがとう。ヘトラブの花火の時に短冊書いた。あ、確かにね、書きましたね。あの花火に貼るやつよね。確かに。え、どうする？夜さ配信できないからさ、書こうかな短冊。でもね、短冊はないんだけど自分で作ればある。なんか黄色い紙みたいなのがあるんよ。サイズって何なんだろう。なんかさ、縦かける横みたいなサイズないんかな。なんでもいいんかな、長方形やったら。そんなわけないよな。短冊のサイズ誰か知ってますか？あ、笹はないな。笹ないけど、笹ないけど、縦かける横、短冊サイズ。短冊について、短冊は 6×36。そうなんだ。 6×36 らしい。6×36。 サイズあるらしい。結構でかくない？え、絶対に無理。え、 6×36 って絶対そうじゃない？無理なんだけど。あ、無理だわ。え、でかすぎん？短冊について、短冊は約 6×36cm というサイズの長方形の形をしています。これに俳句や和句を書くのですが、いや、でかいよね。いや、センチなんだよね。え、現在の短冊の寸法は縦一尺二寸 36.4cm。 それはでかすぎるよ。 36cm はなかった。このやつがね、縦 30cm ぐらい、 A4 の普通の紙だから。でかっ。ミリの間違いじゃないんよ。ちゃんとセンチなんですよ。ガチモンはデキャイらしい。ゆきさんありがとう、青い短冊。きのこさんありがとう、ピンクの短冊。え、じゃあこれさ、2分の1でもいいかな。2分の1でもいい。2分の1はあれか、横は6にして、横は6にする。そう、正式はめちゃくちゃでかいね。どうしよう。6と36らしい。でかっ。6。え、なんで6と36なんだろうね。どうしよっかな。サイズ何が一番いけるだろう。3センチはね、ちょっとギリになりそうな気がするけど、でも3センチにするか。全部2分の1のサイズで。これでさ、書いたからさ、なんか願い事叶いませんとかだったらどうする。結構泣くんだけど。
6、あ、6636、なるほどね。3×10 ぐらいがちょうど良さそうな気もする。本当？いやでもね、18いい感じよ。ちょっとね、細すぎたわ。3センチってめっちゃ細いわ。見て、3センチ細すぎん？わかる？あ、やばい、コンコンなりました。3センチ細すぎん？ねえ、3センチ細すぎん？全部半分にしたらダメだわ。何センチがいいんだろう、何センチがいいんだろう。4センチぐらい。4センチぐらいにしてみる。4センチにして、4センチ。4と18。謎すぎやろ、サイズ感。でかい方の枠、でかい方の枠。なんか工作してる気持ちになる。おにゃ、こんにちは。今は短冊を作ろうとしています。保育園生とかさ、幼稚園生とかさ、今日絶対書いてるよね。こんにちは。から移動して、そう、今日はパチャンファンからいただいたお洋服をね、え、パチャンファン、パチャン、パチャンのファンの方がパチャンに、これソラハとお揃いでぜひ着てくださいみたいな感じで送ってくださったらしくって、そう、それで今日ね、髪型もせっかく可愛くしていただくし、でこのお洋服最近届いてね、可愛いってお互いドタイプじゃんってなったので今日来ました。そうだから一緒なの、マウジーさん。そうステッカーも届いた、カップヌードルのステッカーも届いたらしい。携帯の裏に入れようってなったんやけど、お互いね、これお互いのプリクラとか入れてるんですけど、それが隠れちゃうから、このステッカーどうしようってなってるんだけど、マウジーヌードル、パチャンハンがくださいました。写真撮るぞって感じです。短冊、お昼ご飯な、いいね、お昼ご飯。ソラハは、え、今日本当に超ヘルシー。白ご飯じゃないわ、あのレタスを、あの昨日一玉買ってきたの、一玉っていうの、あの一房っていうの買ってきたので、それを昨日の夜半分食べて、で今日のお朝昼兼用でさっき食べて半分ね、で白身魚焼いて、
それとあのあれをしました、目玉焼き焼いてタンパク質多めなご飯を作りました。あ、パセ今配信終わったのか、なるほどね、だからパセファンの方とかが来てくださっているのか、ありがとうございます、いつもお世話になってます。今は短冊書いてます、短冊作ってます、ちゃんとね縁取った線は私こういうの消したい派なのでしっかり消させてもらって、そう目玉焼き、そう卵が残ってたから、そう作りました、ザ朝食。どうしよう、これ失敗したらさ、失敗したらさ、さあさあさあ願い事叶わないとかなったら嫌じゃん。名前書くよね短冊ってさ。先生としきさん、青い短冊ありがとう。そらはまあなんかメールにはね3つ書いたの、私お願い事3つお願い事を書いたんですけど、やっぱその中でも特にって感じ。ね、丸さ、丸ダメじゃん、丸開けれるやつないや、いっか書けるかな。2行に分けて書いても叶う？これって2行に書いても叶う？叶わないとかある？え、どうしよう、なんかこういうのなんか緊張する、なんかほんとマジで小学保育園幼稚園ぶりとかにちゃんとやる。いくね、書くね、2行でもいいか、2行で書こうかな。え、待って待って、めっちゃ難しい。いや、1行で書くか、待って待って待って、書けるか、まあまあまあし、ねえねえ、怖い怖い、間違えてさ、あのタブレットのさなんかシリみたいなやつ発動してしまった、めっちゃびっくりした、急に止まった配信と思ったら急にタブレットのそういうやつが反応してしまった、びっくりした。うわ、汚な字、ちょっとやり直していい？ちょっと汚な字、字汚な、嫌ですね、ちょっと嫌なので書き直します。嫌なので嫌なので書き直しちゃいます。名前書いてないからね、誰の願い事かわからない。え、鉛筆とか確かにね、下書き私めっちゃ昔やってましたよ、あの図工の絵とか、なんかもう下書きやってくださいとか言われとってさ、でもその時ってさ下書きめんどくさーってなるけどさ、いざってなったらさめっちゃ失敗するやんか、下書きって大事よねマジで。今日のさ
公演の MC さん絶対に願い事は何ですかとかって話題になるに一票。今日は研究生ちゃんもあるしマイカーもあるしスタジオもあるので絶対どっかしらの MC あの願い事は何ですかとかっていう MC 話題になりそうな予感がしてます。こんにちは。ね、逆にね外すみたいな、逆に違うことするみたいな。ちょっとさ一回 画面がいっていいですか。ちょっと書くの難しい。かけた。かけました。ちょっと間違えちゃったじゃない。まっすぐかけなかったけど。16人選抜に入れますように。七夕。16人選抜に入れますように。私の願い事は3つあります。その中の一つです。その中の一つじゃん。ずっと言ってるけどね、叶え。でもこれは夜に書かないと意味がないんです。だから夜に書けたら書きたい。今日の夜じゃないと意味ないの。今も多分意味はある気がするけどって感じ。よりね、意味があるのは。ちょっと写真撮っとこう。急に私の後ろすぐ。叶いますように。そう、今日の夜らしいです。七夕って調べたら書いてました、そうやって。広島コーパセリさん、今日はAランチさん、ありがとう。ピンクの短冊。私の今年の願い事は16人選抜に入れますようにです。皆さんの願い事は何ですか。もしよかったらハッシュタグ空通信とかで教えてください。待ってます。こんにちは。今日何時までしようかな。1時半とか、いや1時半か1時とか。こんにちは。今日朝起きて七夕だけど、なんかさ事前にスーパーとかで置いてたりするやんか。であれって意味があるのかと思って、そう七夕って調べたら何やっけ、ね、出てきました。今日の夜に書いたら願い事が叶うかもしれませんみたいな書いてた。こんにちは。初訪問嬉しい、ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。よろしくお願いします。お疲れ様です。嬉しい、初見さんとか二度目ましての方とかフォローありがとう。そうめちゃくちゃにすっぴん、アイライン引いてるがほとんどすっぴんなのでちょっと恥ずかしいでこやす。次は明日です。配信今日はちょっともうできないので、昼配信のみ、夜はねちょっとできないのであれなんですけれど、今日は
課外活動公演で、あの今日はマイカーとスタジオですね。うーん、マイカーです、よろしくお願いします。お、 DMM で見ます、よろしくお願いします。髪型結局何も決めてないんですけれども、どうしよっかな。織姫様ってどんな髪の毛なんやろ。織姫様、織姫と彦星、願い事、あ、なるほどね、前髪はセンター分けなんだ。こういうやつさすがにそれはできない、普通にしよう普通にしますね。髪の毛織姫、いや織姫様ヘアはねちょっとねむずそうなのでやめときますこんにちは、やってみようよやらないやらない。でもなんかパフォーマンスとかは別にあの大丈夫そうだけど、じゃがりこのツナマヨ味、何それ、すごっ。え、でもね私今からの季節すっごく好きなんですよ。なぜかっていうと私なんか梅干しのしそとかは苦手なんですけど、梅味のお菓子めっちゃ好きなんですよ。で夏ってさやっぱ熱中症対策としてさ塩分のその梅のお菓子がね結構出たりとかするし、で私キャラメルが好きなんですけど、キャラメル、固体のキャラメルは苦手やけど、こうキャラメル味の飲み物とかなんかスイーツとか好きなんですよね。だからキャラメルもその塩分入っ、塩分ソルティー、ソルティーみたいな、あのソルティーキャラメルなんて言うんだろうとかが出てくるから、私めちゃくちゃ今からの季節好きなんですよ。ラブ、夏は誕生日があるし自分の。こんにちは、カズさんありがとう。ピンクの短冊、皆さん短冊、みんなの願い事は何かな、ぜひ教えてください、ハッシュタグスラ通信とかで。そうそうそう、なんよ梅ね、梅いいよ。小梅のね生梅飴っていうやつのね、あの飴ちゃん大好き。カズさん会いたい、ありがとう。まなみさんもありがとう。ピンクの、あ、水色の短冊、釣り吉さんピンクの短冊ありがとう。お父さん水色の短冊ありがとう。こんにちは、 STU48 ドラフト3期生の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。毎日配信してるので、まだルームハートがピンクじゃない方はぜひピンクにしてみてください。明日はまたいつか配信します。あのテロップじゃない、タイムテーブルに入れるかメールに送るか、ゲリラの可能性もあるんですけどお願いします。今日は課外活動公演見てください、お願いします。こんにちは、ありがとう来てくれて皆さん。確かに七夕が過ぎたら、え、そっか7月7日やばいね、あと1ヶ月2日、1ヶ月2日だ、キャー早いね、20歳になっちゃうよ、20歳。この前なんかセブンティーンになった記憶やったんやけど、でセブンティーンだーとかなんか言ってたのに、いつの間にか20歳、もう怖いよ、もう病じゃん、病で、もうなんかあっという間に25歳とかなってそう、気持ち。公演頑張ります。この前
3年前。でもなんかコロナ禍になってから、まあ、もちろんそのコロナ禍なりたてはこううまく活動できなかったけど、その復活してテレビのやつとかイベントとか公演とか徐々に再開してきて、だんだんと何だろう、今まで通りじゃないけどのなんか生活っていうか活動に戻ってきて、あっという間、もう最初はただお家にねいるだけでさ、なんかリモートでみんな個々の家からのなんかズームのなんかお仕事とかめっちゃ多かったけど、だからもう家から出なかったから時間の流れが遅すぎてあれだったけど、今はありがたいことに流れが早いですね。小吉姉さんありがとう、かわいいって、ありがとうございます。ツイッターやってますので、ぜひね初訪問の方とか、もしツイッターやられてらっしゃる方がいましたら、プロフィール欄にツイッターのリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。あとヤンマガもねチェックしてくださると嬉しいです。この前ね、昨日ねその NHK のその声ラジのスタッフさんが、そらはちゃんがツイッターに貼ってる固定されてるツイートのやつってあれは何なのみたいな言われて、そう今 STU でってあのやそういう連載やってて、それのオフショットですって言って、え、あれは無料版ってなんか登録しないと見れないのって言われて、いや登録 しなくても見れますよって言ったら、じゃあ見とくねって、ちょっと刺激が強いものがあるのかと思ってちょっと恥ずかしくて見れなかったけどって言われて、あ、そんな刺激強くないですか、大丈夫ですよって言って、そうおすすめしました、スタッフさんに。ぜひ私のなんて言うんだろう、こう初のグラビア、なんて言うんだろう、こう露出が思ったより多めの、一回ソログラビアさせていただいたんですけど、それはもう結構お洋服なんかって感じだったんですけど、お洋服ではあるけどもちょっと写真集っぽい感じの写真撮ってもらったので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。こんにちは。今年っていうか、もう絶対水着買ってないですね。水着買ったとて水着買ったとて禁止、着たとしてもそれを写真多分メールとか送れなさそうな感じせん。 STU そういう系やってないから、グラビアとかで水着ね、あるっちゃあるの、私3年4年前に買ったやつが、美少女コンテストの時にね、第2審査かな、二次審査で水着着てウォーキングするみたいなのがあったんですけど、その時に着たやつがある。でも今痩せてるから入ると。こんにちは。でも、もう水着は中学生の時にその授業、体育の授業であったからグラビアは本当にね、もうね痩せちゃって悲しいって感じなので、やっぱなんかね、痩せたら痩せた分だけそのままなんかバイバイしちゃって、この前も言ったんですけど、公園かなんかで悲しい。たたんたたん、みんな午後からも頑張って、もう午後だけどこの後のお仕事も頑張ってください。そして今日公演来られる方で、今公演頑張るために今めっちゃ仕事してるよって方、頑張ってください。18時半から公演なのでね、多分間に合うことを祈ります。今日はスタジオ、ダンスユニットとコラボです。コラボっていうか対バンです。 MC& スポーツユニットとダンス、
そう、DMM でね、見てみてください。ありがとう、初訪問、嬉しい。 STU48 の信濃空葉だよ。そう、配信で、あの会場に来られない方でね、あの DMM さん登録してるよって方は、ぜひ。そしてあの、なんだっけ、感想とかも待ってます。そう、配信がね、今日は公演が終わった後できないので、そう、あのメールの返信とかでちょっと伝えてくださると嬉しいです。ツイッター出まかせプリンスさん、ピンクの短冊ありがとう。え、そう、ツイッターね、多分だけど復活した、そんなこともない、そんなこともない。なんかさ、私結構あの見る頻度が減ってるのもあるかもだけど、結構いい感じ。番組結構見てます。ありがとうございます。瀬戸チャレとかかな。ありがとうございます。今日すでにさ、メール 1,2,3,4,5,6 え、6通もメール送ってるじゃん今日。もうすでに、いやん、すごっ。なんかメールは何通送ろうとか思わず、ただ自分が送りたいと思ったタイミングでブブブブーンって送って送ってるので、びっくりしちゃう。洗濯機の音じゃないです。あの窓を開けてるんですよ。なんか窓を開けてなかったら夏場になるとなんかカン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 みたいななんか鳴るので、開けてます。広島大雨、いや雨どうなんだろう。雨降ってんのかな。ああ、若干降ってんのかな。傘差してる人と差してない人がいる。雨降ってるかもしれないね。今は窓を開けて洗濯機はしてない。今日の七夕はこちらです。さっき配信で書きました。16人選抜に入れますよ。まあずっと言ってるんですけどね、今日はゾロ目を見ると。じゃあカレンダー見たらいいのかな。7月なのかとか、7月なのか、13時13分とか。初訪問、初見ありがとうございます。 STU48 の信濃空葉です。ちょっと今日はね、夜ができないのでお昼の時間帯にさせていただいてるんですけど、ちょっと珍しいかもです。ちょっぴり、ちょっぴり、ちょっぴり。花だれ公演じゃないけど、あの今日の公演来られる方、ハッシュタグ空通信で、あの座席表に印をつけてツイートしてくださると嬉しいです。お願いします。お仕事頑張ってください。そうだよね、そろそろお昼休憩終わってお仕事だよね。頑張ってください。
STU の公演は広島でやってることが多いですね。県外とかはあまりないんですけど、広島が主で、今年の夏は瀬戸研究生ちゃんが瀬戸内を回ってくれて、あの1期ドラさん2期が全国の数カ所を回ります。こんにちは。そう、もっといろんなところでね、そのもちろんツアーもそうなんだけど、公演とかやっぱいろんなところでできたらいいですよね。多分全部回ったのかな、花だれ。花だれ回った？あ、回った？回ってない。花だれって何だっけ、回ったのかな。香川行ってる気がする。香川は初日だったね。初日香川だってっていうのを覚えてるんだけど、愛媛と徳島まだな気がする。まだ回れてないのか。そう、回りたいよね。回りたい、年内に回りたい。でもツアーがあるからね、7、8、9はむずそうよね。平行で花だれもやりそうだけど、マイカー公園ね。マイカー公園私もやりたい。なんか東京で公園あるとき、だいたいチャーミングトリップってイメージがあるのでやりたいよね。マイカーも違うとこで、広島から飛び出しちゃおう。そう、スラは結構ね公演出てる人なんですよ、ありがたいことに。あのあれらしいね、ハッシュタグシナのスラで検索したら、今日あれらしいね、パセが100回目の公演らしいね。すごっ。私何回なんだろう、数えたことなかったよ。私何回目ぐらいなんだろう、誰か数えれますか。てか絶対無理だよね、むずくない？今から数えるってなったらさ、前座とかも入れるのかな、じゃなくても本公演に出てからかな。何回ぐらいなんだろう。でも結構私ゴゴリバとかさ、花だれとか、あ花だれじゃない、ゴゴリバ、あ陸上公演、ゴゴリバ、僕声、ありがたいことにゴゴリバと僕声は初日メンバーに選んでいただいたのでね。誰か数えてたりしてくださってらっしゃる方いるのかな。どうだろう、むずそう。でも結構出てる気がするな。でもさ、なんかありがたいよね本当に。ゴゴリバー初日、僕恋初日、自分の衣装がさあるのって当たり前じゃないからね。出航準備中、そう陸上公演、あれ陸上公演ではないのか、陸上公演ではあるが、出航準備中とか、あでも出航準備中そんな出てなかった気がする。陸上公演はゆりさんのポジションをさせていただいてて、出航準備中はみなみさんのポジションさせていただいてて、で今の花だれ公演はココアさんのポジションをさせていただいてます。また奇跡という名のストーリーを踊りたいな。僕恋のねために作ってくださった楽曲っていうのはすっごい知ってるけど、自分が初めて16人の中に入った曲、カップリング曲だったんですけど、だからちょっと思い出が強い。あれは無謀？無謀だっけ？
私絶対初日メンバーじゃないだろうって思ってたからね、その歌割り表みたいなの来た時にびっくりして、マネージャーさんに「えっ!?」みたいな「えっ!?私初日メンバーなんですか?」って言った記憶がめちゃくちゃある。その方はね、あの今違うところ STU から離れてらっしゃる方なんですけど、その担当マネージャーさんは。陸上公園出張出航準備中、ゴゴリバブ、ここへ花だれマイカ、いや瀬戸マイク、瀬戸セブンもあるよ。え、そう思うと絶対数えれない、そう思うと絶対数えれない。え、もし昼夜って1公演ずつあったら、まあそれ1公演1公演なのか。え、やばいやん。陸上公演出航準備中、ゴゴリバ、僕恋、花だれで、課外活動としてセットセブン、瀬戸マイク、マイカこれ数えてる方いらっしゃったらすごいけどね、びっくりしちゃう。初日メンバー、うおー、誰が入ってなかったんだ。誰が入ってなかった。そう、カノンさんと私が入ってたんですよ。誰が入ってなかったんだろう。セットセブン、セットマイク、こんにちは。そろそろでも空も配信終わりますね。あのこの後はちょっとゆっくりして公園に向かおう。こんにちは。今日の公園東京から見に行きます。ありがとうございます。誰推しなんだろう。もしよかったらマイカーの時ペンライトあれでしたら赤と緑振ってくださると嬉しいです。お見送りの時コメントしたシミアンだよって言ってくれると分かるかも。そう、最近のお見送りはね、あの声出し OK なので、しかもクアトロ前まではお見送りなかったんですけど、声出しみたいなのが OK になってからあるのでね、そう、コカーさんのポジションをさせていただいてるので、手話終わりかもね、手話じゃあねが披露できてます。ピンクの、 あの衣装でフリフリのスカート。こんにちは。7月7日やばいね、早いね。もうだって7月に入っ、7月になってさ1週間ってことでしょう。えらいこっちゃや、えらいこっちゃ。外暑そうだから公園頑張って。ありがとう。でも今日ね涼しい、なんか昨日よりかは涼しいです。昨日が31度とかだったんですよね。なんですけど今日は28度、26度とか、雨がなんか雨曇りって感じだから、なんか大丈夫そうな気してきたけど、みんな、私は広島なんですけど東側はちょっと暑かったりするのかな。ペンライトカバー、ペンライトはね赤と緑ですよ。赤緑、ぜひ赤緑お願いします。
赤緑をね振ってくださっている方にはもしかしたらじゃないけど私からの目線とか来るかもなのでお願いします。関東35度、暑っ。でも昨日めっちゃ暑かって、広島の市内が31度で、東広島が33度とかだった気がする。東京35度は暑い。こっちはね、広島はちょっと今日曇ってて、ちょっと雨雲があるので、ちょっと涼しいですね。そう、外行かれる方ね、関東の方熱中症気をつけてください。なんか喉乾いてなくても水分取るのってめっちゃ大事らしいので、しっかり水分取ってください。今日のおやつを食べようかな。今日は11時ぐらいにご飯を食べたので、お腹が空きました。しかもサラダと魚と目玉焼きっていうタンパク質尽くし。じゃーん。これはスーパーとかにも売ってるカステラなんですけど、これはザラメが入っててめっちゃ美味しいんですよ。で、私本当にカステラいつからなんだろう、わかんないけど、はまってすっごいカステラに、1日1個はカステラ摂取してるんですけど、本日の食後のデザート、公園前に食べようと思ったけどちょっとお腹空いちゃったので、ほら見て、ちょっとめっちゃめっちゃ固まってる。あんま左にない、逆に。本場長崎直送。長崎カステラの底の部分には風味を保つためにザラメ糖を引いております。めっちゃ美味しいです。私これ140円ぐらいです、カステラ。うん、おいしい。髪は取りましたよ。一時期ワッフルにハマって、今はカステラにハマってます。パからのお土産はもうなくなりました。うん、風味って書いてる2行目。うん、じゃらめ音聞こえたかな。聞こえないか。うん、難しそう。聞こえる？マジ？秒で割っちゃった。スーパーに売ってるカステラ美味しかった。ラーメンが好きなんですよ、私。ラーメンが好きなのでラーメンの絵文字をつけてます。カステラね、食べたくて、本当に美味しい。なんかさ、カステラ前まではさ、なんか高いものだと思ってたけど、もちろん高いものなんですけど、こう小腹が空いた時に、そこまでカロリーとか炭水化物多いわけじゃないから、パクって食べます。糖分大。そろそろ終わろうかな。誕生読もう。13位かまちゃんさん、12位こぎつねさん、11位つりきちさん、10位としくんさん、9位おりこおくさん、8位すーさん、7位もびさん、6位ティーティーさん、5位せいさん、4位みろさん、3位これは瀬戸内の太陽さん、2位としきさん、そして1位はかいとさん、ありがとうございます。
配信見に来てくださった皆さんありがとうございました。お仕事のね休憩の合間を縫ってコメントしてくださった方、配信を見に来てくださった方ありがとうございました。今日は公演後のね、公演後に配信ができないので次の配信は明日になると思うんですけど、この辺にあるハートがねピンクじゃないって方はぜひポチッと押してフォローしてくださると嬉しいです。またいつでもお話ししましょう。ヤンマガニ生誕 T シャツにツイッターにブログにスペサポにいろいろチェックすることがたくさんあると思うんですけれども、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。メールの返信待ってます。皆さんの願い事など教えてください。ではこの後のマイカートスタジオ公演来られる方は会場でお会いしましょう。そしてお仕事があって行けないよって方はもしよかったらルーム、なんていうか DMM さんで最善よろしくお願いします。ではバイチャラポー、またねー。午後からも頑張ってください。